イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？あたしよ、あたし。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐに分かったわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人もどこに注目してんのよ。視線に違和感がないか周囲を見渡してみてね。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。理解は基本中の基本じゃあ何回か練習してみてね。その調子よ、使うわよ。ちょうどいいところに7人がいるわよ。とりあえず実戦ね。倒してみてね。すごいじゃない。どれかなかなかでしょ。その調子よ。こんなところね。このボックスはバレットボックス。ここでだいぶいい感じね。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。エネミーだよ。全員がやられちゃったらゲームオーバーだからやられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になります。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかね。相手の球に当たりづらくなるから走るかなり重要よ。それでおしまい。いかにもって感じだよね。せっかくだし開けてみたらどう？ダンジョン内にはよく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいいぜ。GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。使うわよ。行くわよ。見つけた。なんとか勝てたわね。いつきさん、これで文句はないでしょ。よし、レベルアップ。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて。ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。大丈夫だはずだ。問題ない。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテム。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。残念だったねキリト君。またコツコツ。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。ランシステム起動。キュッマスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。マスター、早速レハは上から見ててほしいのです。きっとびっくりし UFG が刺さるところは発射前にレジックですね。レジックだ。つまり、構わずここに出る照準の色で分かります。まずは、あの高台まで登ってみるのです。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると。やあ、クレハ君たちも生き残っていたんだ。キリト、アスナ、おめでとう。パパ、ママ、ありがとう。超レアなアファシスを手に入れた。幸運なにみんな俺の仲間だ。わあ、美人さんなんですね。急にパーティーに誘って悪かったかな。想像、口が悪いのもいるけどみんな気のいい連中だし、君ってさソロタイプだろ。そりゃ君がアファシスをかばった理由を聞いた。俺はどちらかというと効率重視タイプだし。一つ聞きたいんだけどいいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。覚えなければいけない。出かける前には準備を万全にしましょう。外は弾丸飛び交う戦場ですからね。マスター、メールが来ました。